帰ってきます。お久しぶりで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 す。ありがとうございます。またすごい熱ついてるな。いやー楽しみですね今日は。久しぶりの旅行なんで。ありがとうございます。逃げちゃった。逃げちゃった。逃げこっからじゃん。あ、大丈夫です。あ、快適です。やばいっすね、なんかめちゃくちゃ綺麗。この辺めっちゃ綺麗だ。噴火しそうっすね。噴火しないっすよ。うーわ、綺麗。よし、ということでじゃあ今からお昼ご飯しましょう。ご飯かりしましょう。大黒屋。すごいっすね。あー、魚介系のいい香りが。魚介系のいただきます。それがオードでしょ。まずはいただきます。うん、はい、ちゃんと魚介の味が、今から行きましょうか。行きましょうか。行きましょう。よし。ホテルラビー川寮というところですね。おお、こんなところです。すごい綺麗ですね。カピバラさんのひな祭り、左ですね。556と。おお、楽しいです。556ですね、こちらでございます。はい、はい、お、なんかすごい雰囲気あります。おお、はいはいはい、こっちに部屋があって、ここに。いやー、いいですね。広い、広いですし、そんな古臭くないですもん。ちゃんとお菓子もあります。よいしょ。マルさん、どうですか、この家の雰囲気、この部屋の雰囲気。すごく和みますね。和みますね。うん、ついつい仕事をしちゃうっていう。さすがでございます。よし、じゃあ今から温泉に入ります。楽しいですね。今のこの時間に入るのがいいんじゃないですか。そうですね。はい、ですね。入りましょう。お、プールは、プールはある。お、はい、じゃあお風呂に入ってきます。よし、はあ、はい、じゃあお風呂入りましたんで行きましょうか。飯です。よし、次回やですね。はい、こちらの席でございます。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。どうぞ。美味しそうですね。いただきます。ちょっといただきます。そうですね、お刺身をカンパチいただきます。うん、うん、カンパチの味がしっかり出ててめっちゃ美味しいです。うん、どうですか。いただきます。どうですか、美味しいですか。最高最高、うん、最高ですか。うまいです。どれ食べました。
ステーキです。あ、ステーキだな。和牛、和牛ですか。あ、和牛、和牛ですって、国産じゃなくて和牛、すごいですね。伊藤の味、ありがとうございます。はい、どうぞ。最高ですね。あ、食べました、美味しかった。いや、伊勢の食事を堪能できました。じゃあちょっと休憩をして、まあ、お風呂入るかどうかは決めますけども、あとで、とりあえずちょっと休憩をしましょう。お風呂入るかどうかは、はい、あなた次第です。入るか入らないかはあなた次第。あなた次第。ちょっと作業して、じゃあ後でまた温泉に行きましょう。はい、おはようございます。翌朝になりました。でも朝起きてもうご飯とか朝食も済ませて、あと10分ぐらいでもチェックアウトなんですね。いやー、それにしても楽しかったです。そう、やっぱ日頃はもうミニマリズムも必要最低限で、まあ質素じゃないですけど、まあ質素ですね、質素に暮らすってやってるんですけども、やっぱこういう勉強だったりこう旅行だったりっていうところにはバンとお金を使っていくっていう感じでメリハリをつけながらですねやっています。はい、でじゃあ今からですね、静岡の方に向かって有名なハンバーグ屋さんがあるということで、そこに連れて行ってもらいます。はい、いや、天然温泉に入れて最高に気持ちが良かったです。そう、またなんか定期的にこういう自分のご褒美デーみたいなのを設けて、これからもやっていこうかなというふうに思います。いや、気持ち良かったですね。荒れた状況ドクターフィッシュ、あ、動きがちょこもらしい。